信長の野望40周年記念作品、大うつけと呼ばれた一人の風雲児が天下統一を成し遂げんとしていた。名を織田信長。信長の野望新生ウィズパワーアップキット、北条武将2200名以上、自ら考えて行動する生きた武将たち、かつてないスケールで描く苦心一体の戦国大挙、大名を支える個性豊かな武将たち、共に目指すは天下統一。勢力の土地を家臣に与える私業、領地を与えられた家臣は勢力の発展に尽くす、功績をたたえさらなる活躍に期待。思うところがある武将とは直接交渉も、家臣一人一人との絆を深め勢力の礎を築き上げろ、国を飛ばせ兵を鍛える、勢力全体の方針を示す政策の発令や大名の右腕となる評定衆の任命、大名家臣の個性を生かした勢力独自の強化を図れ、勢力拡大へいざ出陣。敵味方の戦力を見極め行軍ルートを選択、自らの意志で動く家臣と共に挑む勢力の命運をかけた戦い。天下にその名を轟かせ、事業による家臣の結束、戦略的な勢力強化、そして戦による領土拡大、苦心一体となり天下統一を果たせ。充実の編集機能はもちろん、シナリオ、イベント、武将数などシリーズ40周年を飾る圧巻のゲームボリューム、信長の野望新生 with パワーアップキット、7月20日発売。早期購入特典、追加シナリオ、手取川の戦い、ダウンロード版デジタルデラックスエディション、プレイステーション。